よっしゃよっしゃ。最初のアップはグッチさんのケツ。あ、グッチさん、あの誕生日おめでとうございました。はい、ね、鳥羽の妖精丸さんで、俺初めてなんだよ。ファヤを。初めて。初めて。グッチさん頑張りましょう。やったりたいけどな。俺やだ。ここでやっていい？はい。何メーター落ちたらいいと？150で当たってきた。やべえ、これ言うの焦った。これ新商品使ってんだぜ。はい、次400。ふぅ、どこか変更で今日俺、不思議な結果。ちょっともうパヤを買うんであげてください。ちょっとグッチさん、ワクワクすんな。ワクワクすんな、やべえな。浅いとこ40ぐらいとかね、95のとこにも出てます。うわー、出ようね。でもやっぱちょうどいいサイズやね。30キロぐらいね。うわ、めっちゃ出よ。やべえ、やっぱこれやっとう場合じゃねえ。スタンバイしよう。おお、近い近い。もう取ったら投げて。マジでよ、こんな落とさんけりゃよかった。あ、これは大チャンス。大チャンスやって。まだ 100m ぐらいあるよ。ほら、もう終わった。そうだよね、キャストを置いといて上から 50m だけスキングすればいいんだよ。下一瞬で回収できるもんね。それやな。よし、はい、次しゃくったらね、また登り直すんで上げてください。さっきからこういうの多くね、グッチさん。ドタバタしてる感じが悪いよな。ホールでしか食わっちゃう。だいたいホールが多いっすね。めっちゃ近い。なんなん、なんなん。100のとこにも反応出てます。ちょうど100やで、ね、やっぱ投げっか。あれ、カツオ跳ねよね。ピシャピシャしよう、ね。はい、また上げてください。次の流しはトップ待ちです。今日マジスーパークルージングで終わるんか。出たなあ、そこ、あの鳥出た今。あ、出た、いた。いいな、こうやって待つと何も出てこないじゃん。落とすと出てくる。そうや、絶対。お、出てきた。おぉ、あ、鳥の下に。高まったな。フルマッチ。そらそらそら開けてください。やばい、ノーフィッシュノーバイト。やばい。おじさん、お調子はどうか。止めても絶好調だな。キャリーといいな、メモリアルがフィッシュを取ってやろうぜ。何したらいいのか。何かをし続けたらいいと思いますよ。何かを、誰かが釣ってくれると正解が分からない。何かをやり続けるのがいいと思いますよ。きっと答えなんて1個か2個しかないんですから。何かをやり続けた人の勝ちですよ、きっと。もう俺はちょっとしばらく町の美学を貫くよ。トビウオだ。
今の飛び魚の着地点出た。やっぱ出た。やっぱそうだよね、飛び魚だもん今の。今の飛び魚についてた。あの鳥出るね。あれ出るな。あれ出るな。わあ出た。出た。あー。うわ。うわ。もうチャンスやない。マジだ。しても誰も当たらないよな。何グラム？80グラム。80から上にはね、カツは反応出てます。くそ、間に合わん。いや、落としたらあかん。やっぱ落としたらいかんな。落としたらあかん。はい、ちょっと上げてください。はい、すいません、カツもちょこちょこ跳ねとるんでやってみてください。上げてください。また一応登りしますね。あ、前で跳ね出すよ。うわぁ、バカンされた。むずいなはい、上げてください。もう一回登りますね。ああ、ちょっと頑張っていこうぜ。しんどいけど。なんか釣れたの？いいな。すいません、なんか僕のせいで。もうじゃあ下でしょ。あ、かぶったんだ、びった。2つ出たけん。仲間のルアーが2つ暴れよったんだけど。自分のたちのルアー見て強烈やとか言ってもらった。いや、あの鳥ちょっと怪しいですよ。でもこれで釣りたいんだけどな。これで釣りたいんだよな、俺。いや、これはカツオ釣ろう。検査にしよう。ちょっとマジワンチャン来るかもわからんね。あ、後ろ後ろ、マスオさん。後ろ。投げたばっかや。うわー、やべえな、今。これカツオ。うん、カツオ、カツオ。やらしねえよ。カツハムはね、ずっと60から上の方、30ぐらいの間にもよく出てますよ。70から今出てますね。よっしゃよっしゃ、パフォーリーやったね、グッズさん。やりました。ふぅ、カツオ、ナイス。よかったな、これでフル坊主逃れしたな。よかった。あ、そっちや。あ、これえめっちゃ通り切った。ナイスナイスナイス。
もうやったやないか、やったやないか。ナイスナイス、やったな。怒るな怒る。大丈夫、うん、どうした、ドラグ緩すぎるんちゃうか。先切れたからドラグ緩めな。緩すぎやろそれ。ああちょっとやばいな。すいません、いい、通して通して、巻いて巻いて巻いて、その、はい、ああはいはい、ちょっと締めろとか。うまくね、その楽しそやな。いやしんどいっす。これしんどいって言うとマグロなんか絶対やるな。それなんすか、知らん、お前がビビりすぎただけじゃん。でもやったな。いや上がってからっすね。ああそっか、まだ怖い。ここ、ポールで食った、ポール、うん、だいぶ締めたけどな。ねえ、いい、なんかいいな、お前ファイトシーンがいっぱい撮れて。俺一瞬で終わったぞ。かっこ悪い時間が長いだけじゃないですか。さあ行け、もう一回行け。おいや、わざと違う。ちょっとサイズがいいんじゃん。うん、おう、サイズ全然いいじゃん。なんでそんなすんの。行かせると元気になるよ。そうだよ、止め切った方がすぐ弱るぜ。お、でかいでかい、ナイス。え、でかよかった。え、でかいやんけ。イサオも釣れ、頑張って。よっしゃよっしゃ、ナイス。あ、めっちゃ全身カツオ出てきたんだ。カツオ反応今入り出しましたね。50ぐらいから60ぐらいまでカツオ反応今入ってくるんじゃないですかね。はい、まださっきのそんな下じゃなかったよ。シーズフォーって言っても15秒ぐらい、そんなもんだ。ナイス、今度は上げてくださいよ。ナイス、めっちゃ泳ぎ多い。よっしゃ、あの鳥、あの2羽飛んどる。おえ。やばい、10% やバッテリーが。バッテリー 8% どうしますか、買いますか。よっしゃー、いいや、2本
ナイスフォール、やっぱフォールやで。ふー、2本目、ふー、ナイス、ふー。ちょっと俺このジグ好きになったな、好き度が高まった。あー、まだでっか、でっか、でっか、今のワンチャンありそうじゃない、安い、ワンチャン、はい。うわー、すごいやば、後ろ後ろ、後ろやばい。もう一回ね、結構出たんで、もう一長くて最高、この船長船長最高はい、どうぞ。だんだん遠いとこで出るかな、ほんと。足足足、こっち来い、こっち来い、こっち来い、キャモン、ふぅ、うわー、おおおー、出た。うわー、おいやいや、ロマンあったね。カツオでよ、カツオ最後落とそう。出た、出た、4発出た、5発目出た。はい、それではお疲れ様でした。いやー、ありがとうございました。お願いしてください。あ、また今日もおらんことにしゃあないか。いやー、マグロは厳しいね。はい、お疲れした。まずは俺とお前だけだぜ、はい、ってことは2人で仲良く徳島行けるな。いいでしたね。イージーだったな、徳島行くのもイージーだった。いいでしたね。イエーイ、イエーイ。はい、ということで今日はね、ちょっとカツオはもうちょっとイージーに釣れると思ってたんだけどな、ちょっと難しかったな。来年のね、アップロードのグリーンホールで3発取るかな、ちょっと厳しかったな。